どうも、家庭教師歴10人のスーパー家庭教師うんちマンブリンだ。よろしく。今日は300年から450年までの日本の歴史について語っていく。楽しみに待っていてね。さて、始めていこうと思うよ。まずは政治経済文化からだ。まず300年から450年っていうのは古墳時代であると、古墳時代のお話であるというところだ。300年代に起きた大きな出来事として挙げられることとしては、大和政権が統一に進んでいくということが起こったの。統一が進んでいく、これは何かというと、日本全国を統一し始めた政権が現れたということになるんだ。大和政権は畿内、今の関西地方に位置していて、そこを中心に大和政権に似た古墳が全国に見られるというところで、あ、これは全国に大和政権の支配が行き届いていることを示しているということだなと。つまり日本が大和政権を中心にまとまってきていると、統一者されていると。これは前回の授業でも語った通りだ。そして大和政権のトップの名前、大きな権力を持ったトップに新たな称号が付けられた。その名前は大王と書いて王君と呼ぶ。大王と書いて王君、大王と書いて王君。これについてはよく覚えておいてほしい。そして日本全国を統一した国は、大和政権はどこに意識が向かうか、当然よく人間は欲深いもので、次なる土地へ向かい権力を拡大しようとした。それが朝鮮半島出兵である。朝鮮半島に和の軍が出兵した。一番の目的は朝鮮半島の南部にある鉄資源、当時鉄は貴重な資源であったため、それを手に入れるために朝鮮半島南部の加谷諸国に出兵しに行った。これが一番の目的だということになる。これが300年から400年までの歴史となる。次に400年以降の話だ。400年、和の誰か知らない、ここは明文されてない、誰か知らないやつが東秦、東の秦、中国の名前は秦から東秦にこの時変わっていた。東秦に使いを送った。相変わらず目的はジャイアンである中国に認めてもらい特別扱いをしてほしい。これが一番の目的であった。これは弥生時代から変わらない。次に421年、三が和王の三という名前の王が、そう、また東秦から中国の名前は宋に変わってるね。宋に献使すると、使いを送ると。それで次に438年、秦、和王の名前ね、秦。443年、姓、和王の名前、そうに送ると、剣士使いを送る、相変わらずね。そしてこの2人、秦と姓に関しては安東将軍という称号をいただいた。そうか、これは弥生時代200年から300年を踏み来る239年の邪馬台国卑弥呼秦義和王以来の快挙だったと。これでまた示されたなと、俺らの権力示せたぞ、東アジアでもより有力に位置に立てるぞっていうことをやっていたわけだなと。まあここまでが政治経済社会のお話だと。次に文化に、300年から400年の間には特筆すべき文化の事項はなく、400年から450年に続いて、これについて文化の話をしていく。まず技術者集団が渡来した、いわゆる渡来人。これはどんな時に渡来したかというと、朝鮮出兵の時に渡来した。300年から400年の間に朝鮮半島へ出兵したと。その時に加谷諸国から連れてきた渡来人、こいつらが実はとんでもない技術をたくさん持っていた。文化にとって大きな貢献をしたと。まず馬具、馬の具を書いて馬具や鉄器、絹織にも、また漢字の使用なども伝えてくれたと。大和政権はこいつらを組織化して、それぞれ絹織物を伝える人、鉄器を伝える人、漢字をより伝える人、こんな風ないわゆる武という